おはようございます。キダニックさん、速稼塾の久保です。今回はですね、5月11日に首都直下型地震が起きるのかどうかということでね、都市伝説をお話しいただきました。まあこの手の話っていうのはもう無数にあってですね、まあ、地震が起きる予言も365人がすれば1年のどこかでね、地震が起きて、はい、この人が当たりましたってことになるんで、まあ前つばではあるんですけども、ただね、やっぱりこういうふうな都市伝説っていうのはエンターテインメントでもあり、私たちにものすごく重要なことを教えてくれるんですね。それは今日きちんと生きてますかってことなんですよ。やっぱり将来への不安っていうのは考えれば考えるほど無数に存在するわけですよね。そもそも自分にどんなね、健康被害が起きるかも分かりませんし、地震もそうですけども、なんかね、何が起こるか分からないわけですよ。そういうことを考えると、なんか自分の人生を後回しにしていいことは全くなくって、今日を精一杯生きてですね、明日もう死んでしまっても後悔がないような準備を日々にしておくことだと思うんですよね。もうそう一個、もう一個は生き延びるための準備っていうのがあります。ただね、やっぱりね、首都直下型地震が起きて、それから他のね、南海トラフトが起きて、これね、生き残った方もかなり悲惨な人生が始まりますんで、そこでね、食うや食わずで生きてきて、本当にそれでいいのかなと、生命として生きていく本能はありますけども、じゃあそれがね、自分の素晴らしい人生なのかなってことを考えると、どうした私はですね、やっぱり今日を精一杯生きて、思い通りの人生をデザインしてですね、もう明日あなたは死にますよって言われても、いやー、もう本当にいい一日だったんでいいですよと、分かりましたっていう風な、そんな出し切った日々をね、送れるかどうかってことが大事なのかなと思うんですよ。いつか自分が思っていることをやろうと思うから、それは下手に長生きしたいってことになりますけども、まあ本当にね、死ぬっていうのは悲しいことで、死によって別れるっていうのはあまりね、経験したくないんですけども、ただね、やっぱり残念ながら人は必ず死ぬんで、じゃあ死ぬ時までにどこまでね、生命を生かしてきたかってことだけなんじゃないかなと思いますね、私はね。よいしょ。もちろんね、この息子の大和くんもね、私が死んだ後も生きていくと思うんですよ、基本的にはね。それはもう今覚悟してるわけですよ。じゃあそれが10年後なのか、30年後なのか、明日なのか、全部私はもう覚悟して準備をして生きていかないといけないなと思います。ということでね、あらゆる災害に備えてはいるんですけども、ただその備えがあっても生き延びれるって保証もないんで、まあ、私はそのように考えてるかなってことですよね。で、このね、動画の作り方なんですけども、まあ、非常に、よろしいんじゃないかなっていうことと、まあこのね、背景といいますか、動画がどんな意味をもたらすのかってこともあるんですけども、まあ、最初はそういうことを気にせずに、どんどん動画の方を上げていっていただきたいかなと思います。で、今回は生命や財産を守るための動画ということで、動画チャンネルということで最初の紹介もありましたしね、最後のまとめ方もなかなか綺麗だったかなと思います。特に問題はないと思いますね。いい動画になってると思います。まあ、ただね、プラスアルファでやっぱり何かアドバイスをするとしたら、キダニックスさんなりのね、独特な解釈が最後にあるといいかなっていうことなんですよ。例えば今私が申し上げた感想っていうのは、もう死んでも後悔がないような日々を送ってるから大丈夫ですよっていうふうなね、まあもうなんか生き延びることを必ずしもなんか求めてないっていうような回答だったりするわけですよ。やっぱりこういう災害が起きた時に、あなたはそういう時の準備できてますかってことになりますけども、準備はできてるけども、でも明日は別の原因で死んでもいいよみたいなね、回答はなかなか私にしかできないのかなと思うんですよ。ということでね、キダニさんしかできない、キダニックスさんなりの回答があるとね、こう、なんていうんですか、色が出てくるかなってところがありますね。まあ、それかな、まあ難しいと思いますけども。やっぱりね、伝えることには自分なりの解釈で、そんな答えがあるのみたいなところで、まあ人の心を引くといいますかね、そういった、まあなんですかね、キャラクターを出していくっていうのが、この動画放送には重要かなと。特に顔出しをしない場合はね、すごく大事になってきます。ちょっとね、いろいろ考えながらやってみてはいかがでしょうか。それでは今日はありがとうございました。